FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイアップアップガールズ二期リナーストーキン FM 富士をお聞きの皆様こんばんは私たちアップアップガールズ二期ニキちゃんです 高萩千夏ででですすす島崎よろしくお願いします。ということで「アップアップガールズ」2期二の足トーキング今夜が20回目の放送となります。おお記念すべき2やっとここまでやってきましたね。すごいっすね。二回もみんなと楽しくこの時間を過ごさせていただいてますがいつもありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね最近の2期ちゃんは。 アッ,プアップガールズかっこ二期ニ,ニキちゃんハイジャンププレ公演ということで、うん、おもつアンドでライブしたんですけど、うんまあ、12月5日のゼップダイバーシティワンマンライブに向けてのプレ公演をやらせていただきましたけど、はい、どううでした、はい、いやもう改めてもうゼップがめっちゃ楽しみにライブ<ー>なるライブだったなって思いますね。私たたちもすごいこの日にかけたと かけていたたところもあったので皆さんもどんな感じで来てくれるかなってちょっとワクワクドキドキしたんですけど、ね、やっぱりニキファミの皆さんの声が大きくてとにかくすごい熱量で来てくれたのでこのままこの勢いのまま行ったら ZEP どうなっちゃうんだろうなっていうぐらい,い <laughs> なんかすごい新曲この日は2曲も披露したりして、うん、なんか私たちからも皆さんにワクワクをたくさん届けられていたら嬉しいなって思いますね。うん、ねアミちゃんどうだった まあでもこう。 単独ライブ自体がすごく久々な感じだったので、うん、こうファンの方とかもこう久々でどんな感じなんだろうって私たちもちょっと緊張してましたし,、ね、したそれこそこの夏で出会ってくれた初めましての方とかも来てくださってたんでそういう部分でこうみんなの反応っていうのがすごくドキドキしてたんですけど、うん、もう私たちの予想以上のこの暑さで返してくれたので、うん、なんかすごくこう感動したというか、うん、みんなの熱量が嬉しかったし、うん、私たちもそれに に応えるためにこの声ももちろんですしその ZEP につなげられるように頑張っていきたいって思えるようなすごいなんか感動ししたた日でした、うん、ねなんかやっぱこう私たちはこうライブあってのニキちゃんだし、うん、それこそライブはこうニキファミあってこそのニキちゃんなんで改めてそのなんかあり,ありがとうの気持ちが強くなったしさらに ZEP に向けて活を入れられたというか、うん、ね頑張ろうってなったよね。なんかほんとさ あの私その、ファンの皆さんの声とかライブの盛り上がり方がこうなんだろう自分がこうアップガカリ姉さんを見てた時の景色にこうちょっと近いものをすごい感じててうん、うん、こういうライブしたいなって思ってたライブにすごい今のにきちゃん、めっちゃ近づいてるって思うの,のちょっとわかるかもしれない。そうだから背背中中をを見てきたあの背中をこうついに もしかしたらここを成功させたら横に並べるんじゃないかっていうさらうにこう自分でもっと頑張んないとなって思うのをこうファンの皆さんからさらに感じさせてもらってなんか負けたくないその自分に。 このまま超え続けていきたいっていう感情が湧いたので。こうさらに、ゼップダイバーシティが盛り上がる景色っていうのを。もう一人でも多くの方と一緒に感じることができたらなって、改めて思いました。メラメラしてますよね,ね。今めちゃくちゃ炎すごいよ。<laughs> <ー> <laughs> 燃えたぎって暑いです。体が。かなり暑いですね。そして、十一月十四日には、アップアップガールズ過去二期。 あ、あの e p をリリースさせていただきました。イエーイありがとうございます、ね、ありがとうございます !2 回目の青春ということで、うん、5曲たっぷり詰まった EP の方をリリースさせていただきました、うん、ありがとうございますありがとうございますニキ、まあ、ちゃん、いろいろね、ここまで進んできたんですけど、うん、またいろんな人と一緒に青春をしていきたいねっていう、うんうん、まず、あ、それこそこの EP は5人になって初の CD だからね。うん、はい。どうや、どう、どういや、もう お待たたせしましまといいいう気持ちででっぱいですやっぱその新体制になった時ってこのワクワクとドキドキとって本当に入り混じってると思うんですけどやっぱこうやって1枚の CD を皆さんに届けることができるのもすごく嬉しいですしこの「2回目の青春」っていう曲が私がすごい好きでやっぱこのキラキラした明るい未来への まあ展望だったりとかそういうのを感じられる曲をこう今のにきちゃんに書いていただいたっていうことはきっと私たちもその期待に応えなきゃいけないこの期待に応えることができたらさらに大きなステージに進むことができるかもしれないっていう気持ちでいっぱいなのでこの CD もそんな思いを込めて本当にたくさんの方にお届けしていきたいなと思ってます、うんうんね、楽しみだよねでもリリースイベントも始まるしさそうなんですよねそうだね、うん、そっかそっか。 リリースイベントもね始まってるからねはい。さらにもっともっと織り上げていきたいでね,ね、はい、加速していきたいですねということでまあ、今日はそんなリリースしたてほやほやの3ード EP の中からね<い>その単独ライブで初披露させていただいた曲を皆さんにお届けしていきたいと思います、うん、アップアップガールズ過去2期で2回目の青春 改めまして、こんばんは。アップアップガールズカッ2期の高萩千夏です。島崎ゆりやです。ニークラアミです。この時間はフリートークをしていきますが、一人一人テーマを決めてトークしていきましょう。おい<ー>準備できてるできてます <laughs> <laughs> で。できてなさそうな雰囲気あったけど。<laughs> でももうしょっぱな行かせていただきますので<ー>はい、ということで<口>早速一人目、島崎ゆりやからいきましょう。お願いします。はい、わかりました。まずタイトルは、 ゆりの気になるアニメということなんですけれども私の普段からよくアニメとかは見ない方なんですね。あんまり見てない流行りのアニメとかまあすごい相当気になったら見るんですけど割とそれよりも昔の作品とかを見ちゃうタイプでだから今期のアニメで気になるやつが今1個ありましてそれが「プルート」っていうアニメなんですね。ちょっっと話題にな ててるんんじゃなないかなって思うんですけど、ねうん、今エピソード、うん、今8くらいかな89ぐらいちょっと進んじゃったんだけど<ー>配信されてて私まだ1話しか見れてないんですけどちょっとその1話でもすごい気になってるんですよ。うんうん、それがあの手塚治虫さんの「鉄腕アトム」を原作になんかちょっとリメイクした。 えっと浦沢直樹さんという方がリメイクした作品ということで、えー、あらすじはまだ1話しか見てない、うん、私が言うのはあれなんですけれど <laughs> 人間とロボットが一緒に生活してる世界みたいなちょっと未来近未来的な感じなのを感じてるんですけど、ねねうん、っていうのをテーマにしてもう主人公はロボットなんですよ。お<ー>うん ロボットでまあでも見た目はすごい人間ほぼ人間みたいな感じなんですけど、うん、その人がその主人公でちょっといろんんな事件が起きるんですね<ー> 1>, 1話1時間ぐらいあってそれが<ー>あ結構長めなので内容も詰まってて、うん、ちょっとあの一言で全然説明できないんですけれども,、うん、もうそれがすっごいもうハラハラドキドキ的な感じですっごいまあ気になってて時間ある時にゆっくり見たいなっていう。 アニメです確かに島崎があんまりアニメ見てるイメージないからでもそれこそねなんか「鉄腕アトムさん」っていうアトムさんみたいな感じじゃんだからなんか惹かれてるものはやっぱあるんだねんていうのちょっとさあの頃のみたいなでもこの作品自体も多分原作はちょっと前のやつなのかなって思うんですけど配信されてるのが最近っていう感じらしいですそっかそっか 以上、島田キュリの気になるアニメでしたなるほどねはい、っていう感じですアニメね、ね面白いのきっといっぱいあるし私めっちゃアニメ見るからさそうですよねほとんどやってるやつはチェックしてはいるんだけどあの、フリーレンっていうやつそうそうのフそうそのフリーレンっていうのが最近面白いなって思うアニメではあるんだけどそれは見てないのさ見てないですけどえ、面白いから見なよ気になってます、それも あれなんだ、ね、気になるで止まっちゃうんだそうなんですよ <laughs> 電車とかで見たらいいんじゃないなあー確かに空き時間とかで全然進んでいけるから <laughs> う<ん>全然おすすめするちょっとそれ気になります <laughs> うん 見てみーおーあみちゃんも一緒に見ようよええ、私どうしよっかなえあ見ない派なんか私は結構その漫画派かもしれないですなるほどね確かにねなんか結構アニメってその例えば一時間って決まってたら一時間ぐらいですかあそうだよね漫画で私割とペペペペペペってサクサク見るのが好きでアニメもめっちゃ魅力的だから気になるんですけど結構それより先に漫画読みがちなんですよねそうだねなんか時間がタイトな方とかは 多分漫画で読んじゃう人の方が多いかもね。私はこう結構あの読むの時間かかっちゃう人だから<ー> <laughs> すごい逆タイプなんですよね。だからあのもうばあってあの空いてる時間とかにも一気にばあって見ちゃうかな。うまあでもねおすすめのアニメということで皆さんにもぜひ、はい、見てもらいましょう。感想を聞こう今度。はいということで続いていきましょう。<laughs> うん、続いてはにくらみちゃんお願いします。はいわかりました。私のトークタイトルは。 睡眠 BGM。でーすー、今のも空寝かせに来たみちょっと意識しちゃいました。はいということなんですけど、私寝るときにいつもこう音楽を聴くのが好きで、<ー>結構最近までの流行りはもうアップテンポだったりこ<え>ジャカ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 っていうのを。アップテンポでよく寝れるね。<や>もうテンション上げ上げで寝るのが好きだったんで、<laughs> それを大音量で両耳で聞くっていうのが定番だったんですけど。 でもそれから本当に最近ちょっと変わったことがあってなんか落ち着いた音楽聴きたいなって思うようになって <laughs> まあいろんな音楽を探してたんですけど最終的にたどり着いたのが YouTube とかに結構上がってるんですけど「うんうん、睡眠用快眠3分で寝落ち熟睡」とかなんかそういう優しめの音楽にはまり始めて、うん、なんかそれは例えばもうなんか「わ」 みたたいいななすごい壮大な音楽だったりとかなんか外のスズムシが鳴いてるちょっといい感じの声とか焚き火のパチパチパチみたいなちょっとあったかいなみたいな音とかいろいろあるんですけどあみたのこだわりは最近水ののの音を聞いて寝るのが好きですどんなな感じちょっと流していいよって言ってもらったんであみたが最近よく聞いてるのみんなにも。 聞いてもらいたいと思います出なくなっちゃう行 <laughs> きます <noise> って感じなんですけど,ど、ね、<laughs> これはなんか100%水の音みたいな感じで結構深めの音なんですよそうだね でもなんか割とこう泡の気泡が多めのやつとかあとは川,の川辺のちょっと水がちょろちょろぐらいの優しめの音楽とかいろいろあるのでるい、ね、こう水の音の中でもやっぱいろんな種類があるからそういうのを探すのがねすすごく楽しいです最近の趣味なんではこの深い水の音にはまりすぎて <laughs> 寝る時だけじゃなくてあのお風呂入る時とか<え>普通に家で生活してる時に流してます。 水の音、えー、<laughs> でもなんかあそこまで深いとさちょっとなんか溺れちゃう夢とか見ちゃいそうじゃないあ、そうなんですなんか私はまだ見たことないんですけど、うん、そのコメント欄とか見ると、うん、なんかこれを聞きな,聞きながら寝たら のの水の中でで息ができなくなくって <laughs> 夢を見ました <laughs> 苦しい <laughs> <laughs> でもよく寝れましたみたいな<ー> <laughs> いやつとか結構あってなんかそういうのもちょっと面白いなって思いながら <laughs> なんかそこまで入り込めたら楽しそうだねっ <laughs> 確かに私一回寝ちゃうともうそこで終わりなんですよねなるほどねまずそこまでいけてないんですけどでも最近がこれのあみたの流行りなのでちょっとみんなにもよかったらやってほしいなって思います。すす、うん、すごいももううさっきの数秒でもう寝てたおめ はいということで以上ニークラーミの睡眠 BGM でしたなるほどねすごーいいいね面白いですねなかなかね寝るときに音を出しっぱなしでこう寝ることないからさないですよねえ携帯の充電気になっちゃう ああなんか私今携帯三台あの全部下取りに出してなくてある状態なんでいやあの持っていかない携帯とかで使ったりもしてたりだってねポケするしたらできないもんねそうなんですよだからあの主な携帯でポケするして充電してでもう一個の方であの BGM 流してもう一個の方でアラームちゃんと出せるやつみたいな三台使しては使してる駆使してたねそうなんですよねそうじゃないとねいろいろね困るもんねなるほど なるだねいいね <laughs> そんな感じですじ私もやってみます<ー>、えー、ぜひ気になったらやってみてください <laughs> 初めて知った水の音 <laughs> <laughs> はいということで最後は私高萩千夏ですが<お>私のトークタイトルは<お>私は最強 <laughs> <おー> <laughs> すごい <laughs> エコーが味がありましたね <laughs> はい、私は最強なぜなぜかと言いますとなんと12月5日に えー、テ e プダイ y b a s でワンマンライブをさせていただくんですけど、はい、そちらの衣装のデザインをさせていただきました、うん、わあありがとうございますホにいやいやこちらこそなんかあのいつもデザインさせてくれてありがとうございますなんですけどついこの間その打ち合わせを終えまして毎日ねこうどうしようどうしようってやっているこの呪縛から解かれてちょっと気持ちがねすっきりしてるんだよねあ<ー>あもう一個仕事終えたって思ってて思 だから今すごい肩の荷が下りてもう気持ちよく寝てるんですけど <laughs> それこそ本当にあの考えすぎてあの夜中とかに、パッてあっあやっぱ変えようってなったりして,急に携帯開いてデザイン始めちゃったりするの。<laughs> 確かにひらめいた時にやらないときに振り付けとかもそうなんだけどひらめきが大事だからかこの時間にやろうじゃなくて思いついちゃうんだようんうん、うん。 寝る前が特に頭さえてて<ー>余計なことを考えてないから、うん、もうそれだけに神経がいって、うん、夜中急に起きて朝までやっちゃうとかやってたのそんな衣装がもう提出できたよということでそれこそこの間発表させていただいたんですけど12月5日からうん、うん、え担当からメンバーが変わりまして、うん、今まで、ね、好きな色でやってきたんですけどすちょっと5人になって気持ちしっかり。 また、絶プに向けて引き締めていこうってことで、うんうん、担当カラーに変えましょうと、<ー>試みて、思い切って、ちょっとね、相談して、実行したんですけど、はいはい、ちょっとね、あのー、メンバーの、梶島さんが、うんうん、青、青佐々木さんが赤、<ー>赤そして、新井くらさんがオレンジ、ンジそして、島崎さんが、はい、黄緑から緑に変わりまして、た <laughs> はが、水色からピンクに変わりまして、<laughs> おー 12月からはピンク担当でやらせていただくので、うん、衣装もねこうピンクで作るんだけどもうワクワクしちゃってあ<ー>もうめちゃくちゃバランスがいいの色の。<laughs> 5色だからすごいちょっと今まであの水色と青なんかこう生地選ぶの大変だったり、うん、こうあっちゃうなっていうとことかあったんだけどなんかそれがめちゃくちゃバランスよくなって<ー>こうめっちゃ楽しくってデザインしてて<ー>でやっぱ自分が着たいなって思うデザインをするからさ、うん、こうメンバーの誰々の着たいなとかがすごいいっぱいあるの、うん、特にねいつも島崎の衣装が可愛くてありがとうございますいつも島崎の衣装着たいな着たいなって言ってるんだけどでも自分れますよね が着るかはで、ね、ちょっとまた話が違うからさま<ー>その子に似合うデザインをしてあげようと思っていろいろ作るんだけどま、うん、でもねこうやって私が全部可愛いこあれ着たいこれ着たいって自分の一旦置いてこう言ってるんだけどうん、うん、メンバーにデザイン見せると絶対に私のが一番可愛いですって言ってくれるの <laughs> えでも本当にそうなんですよなんかメンバーそれぞれになんでこんなこう合うやつを作って 作ることができるんだろうっていう、えー、その肩のデザインの違いとかなんか形の違いとか、えー、うもう、ね、本当にすごいって思いますその時期ねめっちゃメンバーの SNS とかちゃんと見てもうなんていうの骨格とか、えー、なんか髪の色とか髪型とかをめっちゃ見ながら。 考えてやってるの<ー>でもそう絶対佐々木とカジがいや私のが一番可愛いって言ってくれるのよ <laughs> よかったデザインしてって思うんだけど、まあね、今回そのゼップに向けてデザインさせていただいた衣装、まあ、絶対に可愛く作っていただくのでうん、うん、ぜひ、ね、それも一つの楽しみにゼップダイバーシティ遊びに来てもらえたらなと思います、うん、まあそれこそ、ね、いろいろライブのセットリストとか構成とかいろいろ会場のあれとか どんどん進んでるので、うん、こうさらにね絶ッに向けて気が引き締まって、そしてファンの皆さんにはワクワクしててもらいたいなということで、まあ今日はそんな最強なデザイナー私のお話でした。楽しみです。ですも衣装早く着たいです。<ー> <laughs> でもさあの結構いつもギリギリにさこうお披露目っていうか私たちとご対面するじゃん衣装衣装ちゃんと。だからさすごいドキドキするけどさそこまでにやっぱこう。 体のコンンディション整え結構しっかりと引き締めた状態でまあライブ自体にも臨みたいけど、うん、やっぱフィッティングまでにこうちょっと一番のコンディションを持っていきたいっていう、うん、可愛く着れたいですもんねえそうだからさたまにさんのすっぴんとかで臨むじゃんこうフィッティングをあー確かに佐々木とかうううんうん、うんでもなんかさ そのせいでさなんかさってなるからさやっぱみんな可愛い状態で来てね <laughs> はい確かに印象違いますもんねオフの状態とミッティングちゃんとのメイクしてきてくださいあもちろんねよろしくお願いします、はい、最高の状態で <laughs> え <laughs> <laughs> 心境あ黄緑から緑に関してはもうほぼ変わってないですね <laughs> <laughs> でもねもともと緑 が好きうそうですね、うんあのー、最初このメンバー好きな色にした時にうん、うん、この緑でかぶったんですよ8人いてメンバーがうん、うん、緑好きがかぶってしまって私黄緑にいかせていただいたんですねうん、うん、か好きな色はずっと緑だったんですで今回ちょっとあの人数が減ったこともありましてちょっと緑を一本にさせていただきました、まあ、でもね守っていかなきゃいけない色の範囲が広がったよね、うん、一人一人そうですね <laughs> あ確かに まあそれこそね、うん、梶島はこの間言ってたんだけど水色のペンライト振ってたら梶島のオタクって認識するからねって <laughs> だからみんな気をつけてね当日は <laughs> 色しっかり持ってペンライト振ってもらえたらなと思います。うんうん、ということで、うん、今後もトークスキル磨いていきましょういということで続いてお届けする曲は、まあ、メンバーカラー色にちなみまして<うわ> <laughs> <い>最近リリースした EP の中から「ハイカラーニューカラー」。 FM 富士ガールズガールズガールズフライングハイアップアップガールズかっこ2期二の足トーキング第20回そろそろお別れのお時間ですえ最後に私たちニキちゃんからのお知らせですはいただいま私たちサード EP2 回目の青春リリースイベントの真っ最中でございまして11月18日土曜日はダイバーシティ東京プラザそして11月19日はララポート立川立日にてリリースイベントを行わせていただきますは こちらはね観覧フリーだったりあと今回は、初めましてキャンペーンなども実施しているのでうん、うん、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来ていただければと思います。はい、そして11月30日木曜日はジャパンアイドルスーパーライブ2023クラブチッド公演に出演させていただきます。お さらに十二月五日待ちに待ったアップアップガールズ過去二期騒ぎ叫べニ期ちゃんハイジャンプゼップダイバーシティのワンマンライブあります。やったーー。ついにだね。はい。さっきはね衣装の話とかもしてさらにこう、うん、ジップへのワクワクが高まってきていますが、はい、本当にもう残りわずか。 あっという間にゼップのこの日がやってくると思うので、うん、ぜひ一人でも多くの方に遊びに来てほしいと思っています、はい、君のことをお待ちしております待ってますはいそしてさらに年明けの予定ももう決まっておりますあ,ありがとうございますありがとうございます2024年1月2日3日では金が新年アイドル初夢ライブサポーデッドバイアットジャムに出演させていただきます、まあ、嬉しいねイベント盛りだくさんなので、うん、ぜひニキちゃんもアイドル界熱々に盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います、はい、頑張ります その他詳しい情報は「アップアップガールズ」2期の公式サイトや SNS をチェックしてくださいはいそして番組ではあなたからのメールもお待ちしています私たちへの質問相談番組の感想など気軽に送ってきてくださいメールアドレスは UUG 数字の2「f m 士ドット j p です、X、でポストしていただく時のハッシュタグは「ハッシュタグ二の足トーキング」漢字で二の足。 カカタカナででトトーキング二の足トーキキンンググお願いします。ということで「アップアップガールズ」2期二の足トーキング今夜のお相手は高萩千夏島崎私たち「アップアップガールズ」2期二きちゃんでした,で,したではまた来週この時間二の足トーキングしましょうバイバーイ,バイ,バーイ